が抜け出してしばらくの間はその場にとどまり続けるんだって。それからお迎えがやってきて、暗いトンネルを抜けると綺麗なお花畑が。それって天国だと思う。でも悪いことしたら地獄に行っちゃうんでしょ。多分ね。私はお星様になりたいな。石形さんが言ってたの。人は死んだらお星様になるんだって。星になんかなってどうするの？流れ星になるの。流れ星は星じゃない。宇宙を漂う岩の塊。それが地球の大気圏に突入するとプラズマとかいうやつになって光り輝くんだって。それからどうなるの？ほとんどは燃え尽きて空の中に溶けていく。その後は？さあよくわからないけど、いつかは地上に降ってくるんじゃない？その後は？土になって植物に吸収されて、それを食べた動物たちを最後は人間が。私は流れ星になりたいな。流れ星になってプラズマとかいうやつになって、それからいろいろあって最後は別の人間に生まれ変わるの。別の人間？そう、今とは違う普通の子供に。両手は頭の後ろに。そう言ったはずだが。武装集団に乗っ取られたバスは現在も都内に向かって走り続けています。なんだ？頼む、降ろしてくれ。金ならいくらでも。
雪よ、たい焼きだ。時間は3秒後よ。みんな捕まれ。止まりました。たった今バスが停車しました。果たして乗客は無事なのでしょうか。ご覧の通り全員無事よ。前の扉は使えないか。みんな後ろから出よう。なるほど、黒幕のご登場ってわけか。本当ならずっと客席にいたかったんだけど。ねえ、ちょっと何なのよあんた。さあひざまずいて両手を頭の後ろへ。どうするつもりだ。邪魔な存在は排除する。悪いけど先に行ってもらうよ。先に。どうした、なぜ撃たない。星になんかならないよ。お花畑に行くわけでも、地獄に放り込まれるわけでもない。お化けとか幽霊とか、そんなの全部嘘なんだ。じゃあ人は死んだらどうなるの。無になるだけだ。無？消えてなくなるってこと。大丈夫か。助けてくれたのか。
というわけで、イリダツ U ターン、貴様は U ターン離脱したのだ。はあ、なるほど、U ターン離脱ね。って納得できるわけねえだろ。一体どういうことなのか説明しろ。そもそもお前は何者だ。なんでこんなところにいる。どうして人間の言葉が喋れる。質問が多いのだ。全部答えるのはめんどくさいから、とりあえず一つだけ教えてやるのだ。オイラの名前はチラノスケ。貴様と同じ幽霊なのだ。幽霊って、それじゃ俺は死んだっていうのか。安心するのだ。まだ死んではいないのだ。だから厳密に言うと、貴様の場合は幽霊ではなく幽体ということになる。自分のおへそのところを見てみるのだ。銀色の紐みたいなものが伸びてるら、それは魂の尾といって、幽体を肉体につなぎ止めているものなのだ。おい、紐の先端が床の中に潜り込んでるぞ。その先に貴様の肉体があるってことなのだ。ここは203号室、下の階は103号室だから俺の部屋か。行くぞ。うわっ、なんだこれ。結界だよ。この部屋には魔除けの護符が貼り付けられているのら。なんでだよ。103号室は俺の部屋だぞ。誰が勝手に護符なんか。貴様の体を奪った人物だろうね。奪った、覚えてないのら。あの河原で気を失った貴様の体に何かが落ちてきたの。あれは魂なのだ。どっかの誰かの別の魂。それが貴様の肉体に飛び込んできたことによって、貴様の魂、幽体は弾き出されてし、別の言い方をするなら憑依された、ボディジャックされたとも言えるのだ。その憑依霊に貴様の肉体は乗っ取られてしまったのだよ。嘘だ。嘘じゃないのだ。でたらめに決まってる。じゃあ証拠を見せてあげるのだ。証拠？これは現在の貴様の部屋、103号室の様子なのら。何が見える。俺だ。俺が映ってる。うん、ありえない。録画だとでも。あ、そうだ。だけどそれはニコ生、ニコニコ生放送の映像だよ。リアルタイムのものであることは間違いないのだ。それに映像の奥、テレビがついてるのが見えるら。ああ、ニュース番組が映ってるの。それじゃ次はこっちを見るのだ。はい、こちら警視庁前です。バスを占拠した犯行グループへの取り調べは現在も引き続き行われています。今回の犯行の動機について、容疑者たちはバスを乗っ取れば
世間の注目を集められると思った。報道機関を通じて政府が隠蔽している事実について広く一般に知らしめることが目的だったなどと供述しているとのことです。同じだ。この部屋のテレビと俺の部屋のテレビの映像が。これで分かったら録画じゃない。だけどだとしたら誰が一体俺の体を。俺は激しく混乱していた。わけのわからないことだらけで頭が破裂してしまいそうだった。もっとも今の俺に頭という器官があればの話だけど、俺はあの河原で横たわった自分自身の体を目撃し意識を失った。その後のことは何もわからない。気がつくと俺はこのアパート古来館の203号室にいて、人語を介する謎の猫自称幽霊のチラノスケと出会ったのだった。チラノスケは言った。俺の体は何者かに乗っ取られてしまった。その結果俺の魂は弾き出されて肉。突然そんなことを告げられてはい。だがその一方でこんなにもぶっ飛んだ状況を素直に受け始めてではなかったからだ。前にも似たようなことを。とにかく今は自分の体の奪還を最優先に考えるべきだと思うのら。知ってるのかその方法を。うん。どうすれば取り戻せる。このアパート古来館の住人の誰かがとある書物を持っているのら。古代インドの聖典ナンダーラ・ガンダーラという書物を。もしかしてその中に肉体を。うん。だけどどうしてそんな書物を住人が。ただの偶然じゃないことだけは間違いないのだ。ちゃんとした理由があって。その人物は。その人物って誰だよ。さあそこまでは。おいおい、お前は何もかも知ってるんだ。俺の名前も知ってたし、それ以外のことも。寝るな。いいからちゃっちゃとナンダーラガンダーラを探しちゃってよ。それを見つければ元の体に戻れるって言ってるんだからさ。なんか口調変わってないか。多重人格なのら。それにしても本当にこいつは何も。人語を介する猫の幽霊、それだけでも十分不可解だというのに、あらゆることを知っているかのような口。信じていいのか。いや、信じざるを得ないのか。分かったよ、お前の言葉に従う。うん、正しい選択なのだ。でどうすればいい。住人の部屋の捜索、まずはそこから始めてみるといいのだ。了解だ。あ、いちいちドアを通る必要はないのら。貴様は幽体なのだから、壁や天井を自由にすり抜けること。それからもう一つ、くれぐれも二度続けて興奮しないように。二度続けて。うん。そうするとどうなるんだ。人類が。人類が滅亡してしまうのら。は？とにかくナンダーラガンダーラを探すのら。貴様が肉体を取り戻せば何もかも以上検討を祈る。さあ。おい、なんだよそれ。ナンダーラガンダーラを探す